どうも、メグです。マインクラフトでコマンドでしか召喚できないモンスターっていうのがあって、いわゆる隠しモブですね。その隠しモブの中でも人型のモンスターがいるっていうことで、そのモンスターについて今回ディスコードでね、みんなに印象を聞いてみたんで、見てみようと思います。みんなに質問、イリュージョナーってどんなやつか教えて。結構バトル特化なモンスターだった気がする。肉体派モンスターなのかな？なんかそのモブどういう感じか忘れた。イリュージョナーってマジシャンみたいなやつなんじゃないですか？マジシャンか。肉体派マジシャンってことかな？ジャバ限定、面白いモブだね。なんか、幻術師、イリュージョナーってね、暴走族みたいな感じで、送られてきてるけど、なんだこれ。暴走族的な肉体派マジシャン。メグ侍のようなやつのこと。おい、ちょっと意見もね、聞いたところでやっていいですか？ちょっと、全然よくわかんなかったけど。問題のね、イリュージョナーをここで召喚していきたいと思います。コマンドが、サモン、これだね。マインクラフトイリュージョナー。これでやると召喚ができるってことなんで、ちょっとやってみましょう。お、出た。なかなか、のぶとい声してるね。おぉ。え、何しに行くの？マジか、お前。まだ早くない？誰だ、襲撃でしか凶暴化しないとか言ったの。ミナビと全滅しちゃうよ。これ、だから透明化してないしかも。あ、ダメージ受けると透明化するんです、そして。これなんか全部ね、本体じゃないらしいんですよ。なんか、どっかに本体がいるらしくて。ここにいるね、本体。あ、こんな感じでね、原因攻撃できないんですよ。本体どこにいるんだじゃん。ただ本体からエフェクトが出てるはずだから、あれだね。ここにいるね、本体。だいたいこの分身体の真ん中にいるみたいですね。あ、倒した倒した倒した。事前情報だと、襲撃がね、起きた時にしかイリュージョナー攻撃してこないっていう風にあったんですよ。だから、大丈夫かなと思ったけど、全然大丈夫じゃなかったね。痛い目に見ましたね。主に村人が。ごめんね。もう一個、そのイリュージョナーのね、攻撃方法があるみたいなんで、それをね、見ていこうと思います。イリュージョナーを召喚した瞬間にサバイバルで見たいので、イブ、アット S、コマンドブロックで、コマンドブロックをもらって、サモン、イリュージョナー、インパルス、まあ、衝撃ブロックの無条件、動力が必要にして、まあ、完了をします。ボタンつけて、サバイバルにしたんで、早速ね、イリュージョナーを呼んで、してみましょう。来たね。攻撃してるとなんかね、もう一個の攻撃方法でやってくるみたいなので、ちょっとそれが出るまで、ちょっと頑張っていってみましょう。今のところ弓矢しか打てないね。いや、めちゃくちゃ痛いんだけど、これやばくね。待って。いやははどういう状況？これは、あ、そうなんだ。分身が家の中に入ってきても攻撃できないんだ、これ。本体から見えてない。開けるな。開けるんじゃない。今外に出たらやばいぞ。おい、やめとけ。今外に出たら君に倒されるぞ。大丈夫かい？めっちゃ興奮してんね。何がしたいんだ、この子供。はい、こちらのイリュージョナーなんですけど、盲目にするっていう魔法をね、唱えるっていう風に聞いてたんですよ。使ってこない。襲撃起こした場合のモーション見てみようか。襲撃起こす条件っていうか、まあ、コマンドなんですけど、エフェクト、ギブ、アット S、バッド、オーメン。これで自分に強調をね、つけることができるんで、はい、強調の効果を与えました。そして村に入りますと、襲撃が起きますと。さらにここで、イリュージョナが活躍し始める。あ、すごい。今まで全然違うぞ。イリュージョナの動きが変わった。あ、すごいね。襲撃の時はしっかり動いてくれる感があるね。ちゃんと距離を取って弓を放つと。他の襲撃モンスターとね、チームプレイができるみたいですね。なんでしとくなった？なんで自分の場所を明かした今。あ、壊れた。あ、はい。ということで、今回はね、イリュージョナーを紹介させていただきました。ね、もう一度、初夏のね、コマンドを下に出しておきますね。もうさっきから村人がガン頑張って食い込んだらしいけども、多分君以外いないんで、この村に。ごめんね。すいません。いつも村をね、壊滅させてしまって。はい。ということで、今回はね、ここら辺で終わりたいと思います。痛い。ひたすらに痛い。